西麻布とは常安貴明です。和牛しぐれ煮の作り方をご紹介させていただきます。それでは和牛のしぐれ煮を作っていきたいと思います。以前紹介した割り下を使って美味しいしぐれ煮を作っていきます。お鍋に割り下を入れまして、沸いてきたら、牛肉を入れていきます。生姜は香りが大事なので、炊き上がる直前に入れていきます。大体割り下が沸騰してきましたら肉を入れていきます。はい、今日の、お肉スーパーのお肉ですけども、細切れを使用してますので、肩ですとかももですとかサーロインですとかいろんな部位が入ったものになります。多少、和牛とか、国産牛でもいいと思いますけど、多少サシが入っているお肉の方が柔らかく上がると思います。で、少しアクが出るようでしたらアクを取り除いてください。お肉の方から水分が少し出ますので、ちょっと味が詰まってしまってますので、多少、少し煮詰めながら、調理していきます。で、最後に生姜ですね、みじん切りを入れてかき混ぜてやって、お味もお好みがあると思うので、煮詰め具合でちょっと濃いめが好きでしたらちょっとしっかり詰めてあげるとか、基本的にさっと炊くだけでも十分美味しいと思うので、こんな感じで完成になります。はい、それでは、盛り付けていきます。結構日持ちもすると思うので、ご家庭で、常備室で常に置いといていただくのがいいと思います。ちょっとしたおかずの一品になると思います。はい、こちらで完成になります。